そうか。ドラマのタイアップとして納得のいく曲が生まれないまま、いくつかの候補から主題歌が仮決定した日の翌朝、桜井さんがスタジオの控え室でギターを抱えていました。突然口ずさんだのは今まで誰も聞いたことがないメロディーです。絶対嫌だったのは、俺はちょっとイマイチなんだと思ってんだけど、メンバーがすごい自信持ってやってるからこれでいこうかみたいな妥協がすごく嫌だなと思って、でそこでまた迷い、でもその迷いは結局すごく僕の中ではいろんな答えというかいいヒントをもらって、いいじゃん、うん、いいじゃん、いい、好きめちゃいい、本当ですか、めっちゃ好きです、 A、B 目のいいじゃん、すごくアメリカっぽいでしょ、うん、ぽい大きく